はい、ごちそうです。今回はですね、このアブの遠心ブレーキ、アベイルっていうところで販売している遠心ブレーキのサイズ、大中小極小、全部ちょっと買ってみたんで、これなんかサイズ感とか、もしこれから買う人いれば参考になるかなと思って、ちょっとつけてみますかというのもこの間お前マグネットブレーキつけたんじゃないかと思ってる人いると思うんですけど、自分がマイクロキャストスプールにしたんですよ。これ5000C なんですけど、 5000C のマイクロキャストスプールはこのマグネットブレーキね、対応してないの。くっつかない、マグネットがくっつくところがない。これだったら、これ純正のやつなんですけど、純正のやつだったらここにさ、ほら、ここが金属っていうか鉄なので、ここでマグネットブレーキ発動するんですけど、マイクロキャストスプールの場合これくっつかないんで、ただリールにくっついてただけ。逆にすごい、逆によく普通にキャスティングできてたなっていう。遠心ブレーキも取ってたんで、ノーブレーキで普通に投げれてたから、逆に奇跡が起きてたって感じです。で、マイクロキャストスプールにしたんで結構回るんですよ、スプールが。なのでちょうどいい感じに、これさ、何個もつけてもいいんだよね、別に。なんかそんな感じ、ちょっと一回やろうと思って全部買ってみました。この極小とかもいるから、さ、細かくちょっとブレーキ調節できるかなと思って。はい、じゃあ一回これに純正の方に一回つけてみますか。こう並べてみたら多分ね、大きさ的に分かりやすいと思うので、これから買う人、この大中小極小どれ買うか迷っている方はこれを見てみると分かりやすいかと思います。はい、まあでもこれ4個でね300円なんで、全部買ってもいいですね。これ全部買って1200円なんで、これでまあ細かく調節できるんで、まあ全部買う人はこれ見なくていいです。はい、じゃあちょっと一回つけてみます。はい、これが今大中です。大中ね、このぐらいのサイズ感になります。で、大がこれにも書いてるんですけど、オールド5000シリーズに適用してるっていうか、まあいいんじゃないかって感じ、対応してるやつで、これが 2500C で、こっちはなんかたくさんあります。はい。で、これ極小です。はい。全部つけました。このね、ちょっと長いのが極小です。全部普通に入ります。なので、これで別に、何のシリーズだっても、こう、ぶっ刺せるんで、好きなやつに、取り替えできます。はい、こんな感じです。とりあえず言いたかったのは、マイクロキャストスプールにはマグネットつかないんで、これ買った方がいいよって動画ではすごい宣言してたんですけど、その時完全にノーブレーキで投げてただけなんで、これ買わない方がいいっていうか、対応してないです。純正のスプールには対応してます。はい、そういう感じです。すいません。では、ご無沙汰です。